この方法が一番再現性が高く誰にでもできるやり方です。分かりやすく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。早速結論からいきます。株式投資の配当金で不労所得を得るということですね。株ってどういうイメージですかね。まあ、ちょっと怖いとかね、わからない、何それ、損しそうみたいなね、思う人もいると思うんですけど、わかりやすく解説していきます。この不労所得というものを知る上で、配当っていうのはね、すごく重要な要素になってくるので、まず配当金とは何かということを説明していきたいと思います。配当金っていうのは株主還元のことですね。企業の利益の一部を株主に配当として支払います。100万円銀行に預けておいてもそのままなんですけど、株式に変えることで配当という形で、まあ利息みたいなものがもらえるということですね。イメージとしては定期預金の金利に近いですね。ただこれはローリスクではあるんですけど、逆にリスクが低すぎてリターンも本当に低いですね。利回りが 0.0 何パーセントとか、それぐらいとかしかないですよね。で、皆さん R 大なり G の法則ってご存知ですかね。これは21世紀の資本という本に登場する概念です。経済学の決定版とも言える本でベストセラーになってるんですけど、 R 大なり G の法則って何かっていうと、労働収入よりもお金がお金を増やす力の方が強いということなんですね。つまり労働収入ではお金持ちにはなれないと。もちろん所得が多いに越したことはないんですけど、それだけではダメで、資産運用しないとお金を生み出せない仕組みになっているということですね。なのでお金を銀行に預けるぐらいなら、貯金の 10% から 20% でもいいので、株を買って資産運用してお金に働いてもらおうということですね。はい。で、月1万円の不労所得を得るためにはいくら必要かという話をしていきたいと思います。こちらですね、月1万円の不労所得を得る計算式ということで、月1万円不労所得を得るためには、厳密に言うと月1万2500円の配当金が必要なんですね。で、かける 0.8 イコール1万円ということで、日本の法律では株式の利益に対して 20% 税金がかかるので、1万2500円から 20% 税金で取られて、手元に残るのは1万円ということですね。月1万2500円の配当を得るということは、1年間に直すとかける12ヶ月で15万円ですね。年間で15万円配当金があれば、月1万円の不労所得が得られるということですね。じゃあその15万円得るためには、元手が一体いくら必要なのかっていうのがこちらの計算式なんですけど、15万円割る 0.04 イコール375万円ですね。つまり375万円で配当利回り 4% の株式を購入するということですね。これで月1万円の不労所得が実現できるということですね。で、この 0.04 っていうこの配当利回り 4% ってなんだっていう話をしていきたいんですけど、配当利回りっていうのは配当割る株価で求めることができます。その株を買った時の1年間のリターンですね。配当利回りっていうのは、つまり100万円の株を持っていれば年間でもらえる配当が4万円ということですね。で、配当利回り 4% っていうのが一番現実的なラインだと思います。この利回りっていうのは高すぎると危険で、低すぎても元手の資金がもっと必要になるので、ちょうどいいのが 4% ぐらいですね。ちなみに日本の株の平均配当利回りは 2% です。この知識があれば、例えば利回り 10% とかいう金融商品を見た時にすぐに詐欺だとわかるわけですね。 10% なんてハイリターンが得られるということは、それだけリスクもあるということです。このあたりの知識がないと、そもそも 10% っていうのが高いのか安いのか、まあ、よくわからないということですね。じゃあどの株を買えばいいのかという話をしていきたいと思います。僕がおすすめするのはこちらの4銘柄です。この4銘柄に93万7500円ずつ分散投資するということです。これらの会社は全て利益率が高くて、企業としての貯金も十分にあると。で、業績が安定している銘柄です。あるいはもっと多く30銘柄ぐらいに分散してもいいかなと思います。で、もちろん日本株だけじゃなくて、最近人気のアメリカ株とかも高配当なので、そちらでも全然問題ないと思います。ただアメリカで 10% 税金取られて、その後日本で 20% 税金取られる、いわゆる二重課税っていうのになってしまうので、ここは確定申告の必要があって、ちょっと手間かなと思います。このあたりの確定申告の知識とかがある人はアメリカ株でも全然問題ないと思います。で、アメリカ株であれば P&G とかコカ・コーラとか、60年ぐらいずっと連続増配しているそういう企業がおすすめです。で、株の配当利回りっていうのは株単っていうサイトで見れます。もちろんこのサイトだけでなくて、ヤフーファイナンスとか他のサイトでも見れます。この赤く囲ってあるところが今の配当利回りです。株価が上がると配当利回りは下がるので、安い時に株を買うっていうのが重要になります。
今だったら三菱 UFJ、 皆さんご存知の赤い銀行ですね。これが100株で 57,400 円で購入できて、年間の配当が2200円ということですね。つまりこれって UFJ の銀行にお金を預けるぐらいなら株を買った方がいいと、その方が金利が高くつくということですね。株は基本的に100株単位でしか買えません。これを1000株買えば約57万円必要になるんですけど、年間で2万2000円もらえるということですね。375万円が高いという人は別にいきなり月1万円の不労所得を目指さなくてもいいわけです。10分の1とかにして37万円で月1000円とかから始めれば十分です。とにかく不労所得を得ようと思うと、それなりに元手が必要になるというわけですね。ということで、元手がない人はとにかくまず稼ぐということが重要になってくるわけですね。で、稼ぐにあたって手っ取り早い副業っていうのはブログか YouTube かなと思います。ブログであればアフィリエイトや Google AdSense っていう広告収入で稼ぐことができます。 YouTube も皆さんご存知の広告収入ですね。こちらも Google AdSense と呼ばれるんですけど、1円でもいいので、まずは稼いで本業以外の収益の柱を作るということがすごく大切です。なぜブログや YouTube がおすすめなのかというと、インターネットビジネスは初期費用がほぼかからないので、リスクゼロで始められます。世の中にはね、よくわかんないうさんくさいビジネスって結構あって、本屋さんとかでもいろいろ怪しい副業の本っていっぱいあるんですけど、基本的にはやめておいた方がいいのかなと思います。初期費用がかかると、それが回収しきれなかった場合、負債ということになってしまいますね。このブログとか YouTube とかって、もうスマホとかパソコンですぐ始められますし、あとはインターネットの料金とか動画編集ソフト代、ぐらいですね。ということで、比較的このリスクがほぼゼロでスタートできるので非常におすすめです。例えば YouTube だったら収益化するためにはチャンネル登録1000人達成する必要があるんですけど、これに関しても人の役に立つようなコンテンツとか、例えばお悩み解決系とかですね、そういうのであれば1000人は普通に目指せるかなと思います。なんか自分がやりたいような、例えばコンビニのスイーツこれ買ってきて食べたとかね、そういうのね、やっぱりなかなか1000人行くのは難しいですね。人気 YouTuber の真似してもなかなか今はちょっと厳しいんですけど、そういうのじゃなくて自分にとって得意な分野の知識をどんどん出していくということが重要ですね。はい、ということでまとめですね。月1万円の不労所得を得るには、副業でお金を稼ぐ、375万円貯める、そのお金で株を買うと、はい、もうこれだけですね。世の中にいろいろあるうさんくさい系のビジネスはほぼ詐欺だと思うので、稼げる手法っていうのはものすごくシンプルなんですね。本当の不労所得っていうのはこういう金融資産による所得のことを言います。なので、先ほどの YouTube とかブログとかの広告収入っていうのは厳密には不労所得ではないわけですね。もちろん株以外にも不動産でも全然ありだと思います。ただ不動産はやっぱりちょっと最初にまとまったお金が必要っていうところで、僕は株を推奨しています。これは本当に好きな方で全然どっちでも問題ないと思います。この動画を見て株に興味持って、株の買い方や始め方について知りたいなと思った方は、概要欄にリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。今後もこのようなお金や株の動画どんどんアップロードしていきますので、興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。